湯前地温泉は、奈良県吉野郡十津川村にある温泉。十津川村のほぼ中央に位置し、十津川の温泉で最も古い歴史がある。共同浴場泉湯共同浴場滝の湯、十津川村役場近辺に4軒の旅館、2軒の民宿が存在する。共同浴場は2軒存在する。泉湯と滝の湯である。いずれも、露天風呂と内湯を備えている。 1581年に、佐久間信盛が訪れたと言われる、日本の名刀百選のうちの一つ。とつかの湯が、文献に現れるのは、天文22年本願寺発生、連与抜市の寺中の当時があり、その後も、天正9年に、佐久間信盛、天正14年に、賢女商人、文六4年に、山和中納言秀康が訪れている。信盛、 秀康はどちらも療養のため訪れた。この地で亡くなったために、戸塚和の湯が文献に残された。戸塚和には、戦脈も多く有失地は変わるため前述の戸塚和の湯が同じ場所とは言い切れないが、1450年に温泉が湧き出したという湯前地付近と推定される。なお当地には、佐久間信盛の墓も残る。かつてこの地には、 薬師如来を本尊とする東泉寺という寺があった。今も残る、東泉寺園儀によると、縁の行者が、と川の流れを明け入ったところにある霊屈で、火事儀等を行ったところ湯薬が湧き出し、工房大師が、大峰修行の際に、湯の屋の深谷に戦勝を訪ね、薬師如来を造建した。宝徳2年に、地震で、弓薬が変わり武蔵の里に湧き出し、 いつしか戸塚川沿いの現地に移ったとされている。なお、湯前地温泉の名は、東泉寺に由来する。1985年3月19日、戸塚川温泉、上湯温泉とともに、国民保養温泉地に指定。2004年6月28日、戸塚川温泉、上湯温泉を含めた戸塚川温泉協は、全国で、初めて、源泉かけ流し宣言を行った。 ありがとうございます。